やっぱりフェスティバルとは言っていますが、まあフェスティバルよりもまあレースというか、どれが一等賞になるのかっていうのに最も関心が強いのがカンヌ映画祭だと思います。だからものすごくエキサイティングで、まあその辺の街行くこのお茶飲んでる人とか歩いてる人たちとか、大体あれが面白かったとかこれはひどかったとかですね、一人一人全員がもう批評家になっていてすごく盛り上がってるんですが、まあ作った方は気が気じゃないですよね。そういうスリリングなところは他の映画祭とは比べ物にならないですね。まあ、怖い映画祭だとも言えると思います。これからご覧になっていただく映画は日本の典型的な娯楽映画だと思っています。笑いもあり涙もありサスペンスもある、そういう楽しい作品に仕上がっています。映画は本当に俳優やスタッフあるいはその時代などがたった1回だけ出会って、その時限りに作られる芸術だと思っています。ですからその個性を発見されるのが実は映画にとって一番名誉なことだと僕は考えています。皆さんもこれから楽しい映画が始まりますけれども、その中からたくさん一人一人何かこの映画の中の特別な何かを少しでも感じてくれたら嬉しいです。どうもありがとうございました。緊張しています。Je suis très stressée. Merci. Arigato.僕は黒沢さんと一緒に、この撮影ができてすごくたくさんいろいろ影響を受けました。黒沢さんと長谷川さんと3人で、ここにいる皆さんに会えることをとても、幸せに思います。ありがとうございます。ボジュー、コムスパジュマペウイロキ長谷川ですが、本当の名前はヒロキ長谷川です。アッシュを呼んでください。Bonjour, je m'appelle Hiroki Hasegawa, mais en réalité, je m'appelle Hiroki Hasegawa. Merci de prononcer le H. 本当にこの場に立てて嬉しいです。憧れの黒沢監督の作品に出させてもらって、本当素晴らしい演出も受けましたし、とても楽しい刺激的な日々でした。こうやってまたカンヌ映画祭なんてご褒美があったりするっていうこと自体もものすごいことだなと今すごく改めて感じています。楽しんでください。意外と笑ってもらえる、なんですかね、まあ僕も脚本読んで笑ってしまうようなところもあったし、なんか素直に反応していただけたら嬉しいなと思いながらすごくドキドキしてます。ジャンルを飛び越えていろんな要素がもう入ってる映画だと思うので、もう見る人によって全然印象違うんじゃないかなと思います。だからもう自由に見ていただいて、こっちはもう本当どう見てほしいっていうのは全くなくて、むしろその見た人の印象によってそのジャンルが決まるんじゃないかなっていう気がしましたけど、はい。
いや、そうですね、一応無事上映が終わって、まあ、皆さん、本当に熱心に見てくれていたようで、ほっとしました。いやでもお客さんの反応を感じながらやっぱ一緒に見るということはなかなかいろんな思いになってしまっていろんなことを考えながら見てました。頭がぐるぐるしちゃって、ただでも何ですかね、なんか妙な高揚感というか心地の良さがあって、すごいプレッシャーの中で見てるんですけど、それが不思議で、終わった後にすごく、あ、なんか映画ってやっぱいいなってなんか改めて思いました。素晴らしい時間でした。いやもう本当に来れてよかったなと思って、素晴らしい経験をさせていただきまして、本当ありがとうございますと、もう感謝するしかないですね、本当に。でも映画をこうまた日本の方々と見るのとは違って、ちょっと外国の方々と見るとまた違った空気になるなっていうのをすごく肌で感じました。やっぱり映画ってこう劇場でお客さんが入ってまた一つまた作品が変わるんだなっていうのをすごく肌で感じたというか、まあ、それがまた外国の方々と見たってことによってなんか余計変わった感じがしましたね。だからそれはすごいいい経験だったなと思ってます、はい、何よりも天気もいいし最高ですね、はい、いや自分ではそう分析的に、自分の映画を語ることはできないんですけれども、多分、まあ、カンヌの観客ですから、何も知らないその辺の一般の人とは違っていて、かなりいろんな映画を、まあ、すでに見ていて、知っている方たちだろうと推測します。ですから日本映画というと、まあ、大体こんな感じではないかと想像して予想して来ていた方が多いのではないかと思うんですけど、多分その予想は大きく裏切られた。こんなのあるのと多分驚かれたのではないかなと。そのあたりが長谷川さんもおっしゃったようにこういう外国の方の反応としてとても面白いと思いました。いや僕ちょっと分かんないですねいやでも撮影は本当に無我夢中でというか、もう何だろう、黒澤監督だけを見て撮影に挑んでいて、あまり自分が何をしたのかあんま覚えてなくて、それでいてこうやってカンヌに来れたんで、もちろん黒澤さんに感謝でしかないのと同時に、僕はやっぱりラッキーなんだなって思いました。ただでももうラッキーはずっと続かないんで、ちょっといろいろ戒めないと自分自身を鼓舞して頑張ろうと思いましたありがとうございます。いやちょっとそれは、まあ見た方々にしかわからないでしょうけど、まあでも僕も見てやっぱりいろんなことを思いますし、今日2回目見てやっぱり1回目見た時よりもさらにすごいやっぱ面白いなと思いましたし、でもなんか冷静に何でしょう、1回目ってどうしても自分のなんかいろんなことを荒探したりとかしちゃって見ちゃうんであれですけど、今日なんか本当見て、あ、改めてすごい面白くていろんな見方ができる素晴らしい作品だなって思いました、はい、いやもうやっぱり皆さんそれはもうさまざまな経験をされて、トップスターの方たちですから、まあ安心して初めてではありましたけれども、なんて言うんでしょうかね、その皆さんの もうすでに持ってらっしゃる、ある凄さみたいなもんちょっとだけくださいっていう感じで毎回撮影に臨んでいましたので楽しかったですね。そうですね、全然まあ言われたら本当にメインの人たちは皆初めてで、言われると
自分でもちょっと驚くんですが、全然初めてって感じはしなかったですね。ねえ、まあ安心感がありました。なんですかね、まあなんか、なんですかね、全然分からなくて、もちろん黒沢さんに聞いても。宇宙人って何ですかって言ったところで多分分かんないですよね。だからまあそういうところで何ですかね。ただでも今回はやっぱ概念を奪うっていうところが面白いなと思ったし、まあ宇宙人は多分概念にとらわれてないんだろうなと思って、こんなに幸せな役はないなっていう、あのストレスフリーというか、なんかそういう気持ちから入って、わあ楽しいと思って、その現場もあの何なんですかね、あのさっきも言いましたけど黒沢さんのその演出の中で、ただでもやっぱり僕自身があのそういう概念にまみれてる人間なんで、あの結構難しいなこれと思って、なんかそういう気持ちがこうに気づいた途端に黒沢さんの目が怖くなったというか、なんか俺のこの気持ちがバレてるんじゃないかなと思っちゃって、いろいろ思いましたね。ただでも、なんかこんすごい不思議な役で、まあ今でももっとなんか違う演じ方がいろいろあったんじゃないかなと思うと、もう本当無限大なんですけど、ただでも今見ててなんか、まあ、なんかそうですね、可能性はいろいろあるんだなと思って、すごい幸せな気持ちに一旦なりました。いやどうでしたかね。いやもう楽しかったです。ま、とにかく、まあ、これが一番あの僕の役っていうのは割と観客の人皆さんがこう感情移入しやすいポジションだろうなとは思ってましたけど、やっぱりいろいろ自分の中では、まあ桜井と同じように、まあ混乱はしていて、まあそれは黒沢さんの演出だったのかもしれないですけど、誰かが死んで、まあそこにこう来て、まあ、それに対するこう僕のリアクションを見て、まあリアルはそうですけど、そうじゃないカートラッセル風でとか、あなるほどって思っちゃったんですけど、なんかまあいろいろちょっとそういうなんか、まあ桜井の混乱と僕自身の混乱っていうのがちょうどこううまく。言ってる意味分かんないですね。ちょっといやでもそういうふうになんかさせられてたのかなっていうのを今日今見ながら思っていましたし、どういうなんか正解があるのかなっていう、まあ正解なんかないなって思いながらも思いましたし、やっぱその僕のこういう混乱自体がまあ混沌としたもの自体が映画のテーマでもあるのかなとか、いろいろなんか考えながら見てましたし、なんかあとは概念を奪って概念を入れるかどうかって、なんか言ってみれば今の人工知能の話にもつながるなとか、いろんなこと考えながら、思いました。いや冷静にはあのいろいろ、いや咳一つされてもなんか反応してんのって思うぐらいで、よ冷静にそれも語ることはできないんですが、まあ笑いは分かりやすいんですけどね、でもね、なんとも言えないんですけど、やっぱり僕もともとこれは前川智博さんの戯曲を元にした、まあ、小説もあるんですけど、それがベースになっている分、結構会話がたくさんあって、しかも、まあ、概念を奪ったりするところは
結構セリフのやり取りで、かなり哲学的というと大げさかもしれませんが、難しい単語などを使いつつ軽妙に会話が進んでいくっていう感じなんですが、いや真剣に会話を多分字幕を多分彼らは読んでいるので、これこういう意味なんじゃないか、ああいう意味なんじゃないかってなんか固唾を飲んでその会話の推移を、読み取ろうとしている、そこに秘められたその意味のようなものを把握しようとしている感じはとても強くか、伝わってきました。嬉しいことでしたね。多分日本だともう少し、くだらないなんかギャグなのかってさらっと言っちゃうんでしょうけど、字になっている分より真剣に会話を楽しんでおられたという感じはしました。いやなかなかもう、いやなんですかね、顎を噛み締めすぎてちょっと痛くなって途中で、そういう感じですギーッって見てたんで、反応が怖くてですか。いやなんかいろいろ思うとこがあって、まあ本当席一つで、あどういうふうに思ってるのかなっていういろんな感情になるんですよね。だから、そうですね。でもこういうとこで笑うんだなっていうのとかは思いましたけどね。だからやっぱりみんなすごくセリフとかをすごく聞いていらっしゃるんだなっていう、あ聞いてるとか、まあ、読んでるというか、やっぱ字幕で見ると、字幕を見る感覚とやっぱ音でどんどん聞いてるとかやっぱ違うんだろうなと。だからちょっと言葉を理解して外国の人たちも見てもらったらまた全然違う印象になるんじゃないかなっていうのはちょっと今日ふと思いましたけど、割と何も考えずに、きらびやかな世界を楽しんでたような気がして、感覚だけでその会場の高揚感というか、何ですかね、その熱みたいなもの、まあ、それはそのもちろん実際暑いですし海に入ったりしてたんですけど、なんかそういう高揚感みたいなものだけでいたなと思って、ただ今回そういうちょっとふわふわするような感覚になるんですよ。もう、ね、海もバーって広がってるし、ヤシの木があって、みんな道行く人たちが楽しそうに歩いてるし、いやそういう高揚感と同時に、何だろう、自分はやっぱりこう何ですかね、役者として来てて、こうやって黒沢さんと一緒に、これからレッドカーペットだとかそういうことをいろいろ考えた時に、やっぱその時の自分ではいられない部分がまざまざとこう何ですかねいろいろ考えちゃうんですよね。だからわーっと思って、なんて説明したらいいか分かんないんだけど、間違いなく17年前とは違うなっていう、それはもちろんカンヌも変わってるだろうし僕自身も変わってるから、なんかそれをどう説明したらいいか分からないんですけど、ただこのタイミングでこうやって来ることができて、本当にとにかく黒沢さんに感謝だなという、ありがとうございますっていう気持ちです。いやそれはもう期待ですけど、なかなかこんなチャンスないですから、もう本当にそうですよね、こうやって、いやそれはもう来れるのは毎年来たいですよでもそれも全部やっぱ運も大事だなって思いましたし、こうやって忙しい時期に、まあ本当1日だけですけどこうやって来れたっていうのも、やっぱりいろんな運とかもあるなって、まあ、運が一番大きいだろうなっていう気がします。だからすごくラッキーだなと思ってます。